ゴルフ場に着いたら、はい、まず受付で署名とかをしてロッカー気になります、はい、今からロッカー行ってきます、はい、女性ロッカー、こちら女性ロッカーです。綺麗です、ここのロッカー、ね、こんな感じですごい綺麗ですね、結構広い。で開けてゴルフ場に来た時とかね、ブレザー着たり、そうですね、あと靴とかも革靴とか履いてるので、ここで履き替えます、はい、ゴルフシューズに、はい、でいらない荷物だけ入れて、で必要なもの、飲み物とか、女子だとリップ、リップ日焼け止め、日焼け止めとかを準備します、はい、で時間があったら、うん、まあ、私の場合は、まあ、試合の時とかは1時間ちょっと前に着いて、ここで軽くストレッチとかします、うんうん、どのストレッチするの、ちえちゃん、でね、お風呂場が試合の時とか空いてる時とかは結構がっつりやるんだけど、うんうん、普通に練習とかだとなんか軽くロッカーで着るようなこうやって股関節を、うんうん、結構ここ伸びるんだけど、うん、広げる、うん、やつとかやったり、あとはね、肩甲骨、肩甲骨、うん、ゴルフだと結構大事だから、うん、ここも上に、うん、そう回したり、うんうんうん、肩甲骨をあ、ね、こういうストレッチをしていきます、うんうん、あとやってるのは最近なんか私はなんかこうやって手役ばっかの時に、うん、右に体重が乗るのが、うん、うまく乗れる人乗れない日があったりするから、だってちょっと多めに右足のスクワット、うん、左足を使わないようにして、でスクワットでちゃんと今日は足乗れてるかなっていうのを、なるほど、ね、確認します。冬とかは特に怪我とかしやすいから、ギリギリに来た時とかは練習場行く時間かストレッチする時間どっちかしかないって時はストレッチを優先してやってます、うん、あと手首とかもこうやってロッカールームだったら人がいなかったらこうやって椅子とかで入念に指のストレッチして、うん、あと首周りとかもやったりします、うん、特に自分が硬いとことか弱いとことかをやるのがおすすめです、うん。で試合の時とかお風呂場が使える時とかはちょっとプランクしたり腕立てしたり軽いトレーニングも朝してから出かけます、うん、はい、なるほど、いきなりね体とか動かしたら ね、確かに。まーちゃんロッカーの時何する？まあ、荷物入れて、うん、日焼け止めとか塗って、うん、軽く確かに股関節とかは伸ばすかも。どんな感じですか？いや、わからん。まあもさ、自分でさ、自己流のさ、そうだよね、なんかさ、今日のさ、分からんからさ、今日、あ、ここなんか今日動き悪いなっていうのあるよね、朝起きて、うん、そう、アキレス腱伸ばしたり、なんか朝起きた時に、うん、ゴキゴキ鳴らす。あ、そうそうそう、わかる。いい？これいいと思う。あと練習場とかでこうやってクラブ、あ、確かに、そう、こういうの、ね、伸ばしたりもする。やっぱさ、ここってさ、こうした時にさ、うーって感じ。そうね。ね、なんか背伸びとかさ。そう。確かに。朝一ゴキってなったら困るから、うん、ちゃんと朝から動けるように。そうね。うん。手なり振ることあるもんね。うん。ストレッチ大事だね。そうですね。で、うん、ストレッチしたら、まあ、次時間があったら練習場行って、うん、そう、時間がなかったら結構パター重要だから。うん、グリーンの速さが、うん、でスタートの10分前ぐらいになったらカートを乗ってスタートのホールまで行って、うん、準備して待ってます。確かに。以上ロッカールームでした。おはようございます。おはようございます。めちゃめちゃ今朝の5時です。はい、っていうのは嘘でラウンド終わってからなんですけど朝はどんなパッティング練習をしているのかを紹介したいと思います。はい、まず私は、はい、最初はこのパッティングテンプレートを、まあ、結構人がいっぱいいると思うので隅の方に置いて、この
パターの、まあ、ボールあってもなくてもいいんですけど、軌道の確認を追求します。ティー私は指してるんですけど、ティーに当たんなければ今日も軌道 OK ってことで、すぐ確認してしまっちゃいます。あ、もうそれだけですもう終わっちゃうんだ。それは、まあ、同じとこからあんまり打つの良くないので、打っちゃいけないんですよ基本的に。だから数球だけ打ちます。同じとこから打つ場合は地面にタオルとか引いて打ってください。はい、なるほど。グリーンが傷まないようにってことか。そうです。で、それができたら次は今日のグリーンの速さを知りたいので、はい、大体、まあ、この辺からスタートするとしたら大体ここが10歩で、ここが15歩ぐらいなので、でカップとか狙ってもいいんですけど、結構人が多いとカップのあたり混んでるので、人が少なめのとこで10歩と15歩の練習をします。はい、これはなるべく平らなところを選んでってことですか。平らじゃない方がいいです。あ、そうなんですね。まあ何でも大丈夫です、ね、うん、特にそこはこだわらなくて。上り下りがあった方がコースに近いので、本当の、なるほど、まあ、10歩が失敗あるじゃないですか。で、あっちからもう一回戻ってくる、まあ、1球打って戻ってきてを繰り返して、あ、10歩できたなと思ったら15歩も同じように行って帰ってきて、行って帰ってきていれば上りもでも下りでもどっちもできるので。あのピンクのとこが 10歩でしたっけ。ボールを打てるのが15歩です。で、まず10歩のところを何往復かやるってことですか。まあ、タッチが合うまでやります。うん、タッチが合うまで。で、15歩もやって、もうちょい試すかな。10歩、今日の10歩、これまだ結構長いです。9歩、これが10歩で、まだ弱いからもう1回まだ往復します。このぐらいかな。で、大体この差がワングリップぐらいになるまでやるんだ。続けてます。なるほど。大体合計30分全部空いてるぐらいにもあるんですけど、まあ、15と15はどっち、10と15はどっちが先でも大丈夫です。で、グリーンが大きかったら、あのコースのグリーンが大きいなと思ったら20歩もやります。いい感じ、いい感じになってきたなと思ったら次は水金のパット、はい、で、これもカップ使っても使わなくてもどっちでもいいんですけど、今日は空いてるのでパット使って、私はだいたいバーディーパットが5歩ぐらいが多いんで、5歩ぐらいよく練習します。こんな感じで5歩合わせていきます。バーディーパットなんでちょっとオーバーするイメージでやります。できれば時間があれば、これは結構ストレートラインなんですけど、フックラインとか上り下りとか全部やれたらいいなって感じです。具体ではもう本当にこのくらいの 1m ぐらいのパット練習します。こういうまっすぐの、特に私は結構このラインをコース中合わせるタイプなので、こうやって構えてまっすぐライン置けてるかなっていう確認も一緒にします。で、これで正常に入ったから、今日もちゃんと思った方向けてるなっていう風にしてます。
ぱり練習オーバーの方がバーディーパットのオーバー目に打った方がいい。ちゃんと合わせる時はどっちもやります、うん、合わせもやるし、ここだとこのギリギリから入れるのもやれば、あのしっかり打って入れるのもやって、あとできればわざとこのギリギリを通して外したりする練習も時間がある時はやったりします、でもう最後はなんかもう暗示みたいな感じなんですけど、もうスタートギリギリの時はスタートする前にもう本当に30センチぐらいのパッドをこうやってしっかり打って入れて、なんかカップに入るイメージを出してから終了します、パターの練習を。なるほどって感じでやってます。確かになんかさ、こういう短い距離とかさ、そう外してから出発するのすっごい嫌なイメージですよね。確かにね、なんかコースの時もなんか不安で、ね、入らん時とかめちゃくちゃあるから。確かに、なるほどね。ナイスです。ありがとうございます。ということで、はい、朝のプロの朝のルーティンを中心とした動画でしたね。はい、ストレッチとパタ練は本当に重要なのでやってみてください。練習じゃ時間ない時とかね、そうだね、ちょっとその2つやるだけでもスコア結構変わってくると思います。すごいためになりました。よかったです。ありがとうございます。今日1日ありがとうございました。以上、マオでした。チェでした。二人合わせてチェマオでした。バイバイ。